高さん、はい、8月6日からいよいよ夏の高校野球選手権大会始まります。ね、楽しみだね。はい、楽しみですが、楽しみといえば組み合わせ抽選会、はい、発表されました、はい、実は今この撮影している今ほやほやです。ほやほや、はい、情報入ってきました。豊さんどうですか、なんかあの注目の対戦、まず第1回戦8月6日、まあ、初日、はい、浦和学院対仙台育英、いきなり当たりますよ、これはね浦和学ともったいないカードのような気もするよね。そうですよね、まあ、仙台育英はね、うん、あの連覇かかりますよね、去年優勝しているの、優勝してるんだっけ、はい、なので連覇かかるところが浦和学と、はいはいはい、埼玉の浦和学も強いからな。そうなんですよ。あと、うん、1回戦のこれ1試合目になるんでしょうか、土浦日大と上田西、うん、で上田西のスタッフによるとショートがナンバーワンというところで、これプロ注目大型選手らしいです、はいはいはい、これって1試合目から注目、ね、もう1回戦の初日って相当な緊張感あるだろうからね。で開会式の後でしょ、すぐですね、疲れちゃったあ、暑いから確かになで、ね、あの2試合目には共栄学園、うん、あの初出場なんですけれども、はい、そこが聖光学院と、ね、いきなり当たります、はい、まあ、2日目に川之江と、うんうん、高知中央が当たるんだけど、これ四国同士なんだよね、はい、あ、川之江、そっか、そういう組み合わせあるんだと思って、いきなり、あ、でもありますよ、いきなりあるんだ、はい、同地区ってだから、なんか四国4県つながってさ、潰し合いでなんかちょっとかわいそうだなと思ってさ、ね、練習試合も簡単にできそうなところだからね、うん、近いですもんね、そうなると、ね、あと履正社、4年ぶりに出場が決まった履正社が鳥取商業ですし、はいはい、あの奈良の智弁学園が英明と、ね、で愛工大名電が徳島商業と、はい、この2日目もちょっと見どころ多い、名電対徳島商業、はい、徳島商業ってもう昔の伝統校だからね、うんうん、そうですよね、まあ、愛工大名電と もちろん、ね、名門、昔からの名門がここでバチバチになると、ね、で、大会3日目8日、花巻東が出てきます、はい、ね、佐々木麟太郎選手を用意しますけど、はい、そこがどこと当たりますか、上工場、山口で高川負けたんだよ、2-1 で準々決で負けたんですよ、ね、はい、頑張れ、これどうですか、だけど岩手と当たることが本当多くてさ、でうちの高校が出た時も大船渡っていうところが出てきてて、はい、1回戦で当たったんだよ、はい、負けちゃったんだけどさ、はい、なんか縁があるね、なんか引き寄せの法則であるのかもしれないですね、まあ、どうですか、宇部工場のピッチャーはやっぱり佐々木麟太郎選手をマークしていくんですか、いやもう勝ちたかったら、ね、うん、勝負どころはあるかしら、もうあの星稜の、 ま、松井選手みたいな感じになっちゃいませんか、いや勝ちに行きたいのか、うん、もう思い出としてぶつかっていきたいのか、うん、まあ、どっちかだよね、あとは8日目は近江と大垣日大も、大垣日大も近いだろこれ、近いし、なんかいやいや近江とね、なんかもったいないね、うん、いや練習試合で何回もやってんのになみたいな、そうそうそう、か甲子園でやるみたいな、バツッと分ければいいの、東と西、はい、最初はね、8月9日、まあ、日大三高だな、あ、そうですね、社と戦います、はい、まあ、ここはやっぱ東京の代表と、うん、東京、そうです ね関西の兵庫の代表、はい、いや兵庫で勝ち抜いてくるっていうのは大変なことだからさ、そうですね、だから面白いと思うよ、あの日大三高 の、 あのショートも注目しておいてほしい、あ、日大三高の、ね、大ファインプレーですよ、もう目に焼き付いてるような、おお、じゃあショートですね、はい、OK です。5日目、浜松開誠館から東海大熊本、青少、浜松開誠館は中村のりひろさんがコーチとして行ったところというところで、うん、はいはい、バッティング注目ですね、じゃあみんなこうやってこうやって全員こんなでかいグリップ使って全員小さい中村のりさんがいっぱいいるって感じでしょうか、本当だよ北海はもう北海道の有名ね、名門校ですから、まあ 名門は今宮健太が出たところだよ、あ、そうなんですね、お注目ですね、はい、あとは星稜が出てきます、そうだね、創成館と、はいはいはい、で6日目8月11日2回戦で、沖縄尚学と稲部総合学園、うん、稲部総合学園ってどこなんでしょう、稲部総合学園は三重です、あ、三重か、はい、広陵も出てくるな、そうです、立正大、湘南、はいはい、と当たります、うん、で広陵はバリーボーンズがいるんで
あ、広陵な。そう、広陵の4番な、真鍋選手です、はい、そうですそうです。でその日は慶応も出てくるんだな。そうなんです、うん、逆転で横浜に勝利した慶応が北陸と当たります、うん、あと宮崎学園とかも出てきますし、7日目専大松戸と東海大甲府だったり。あ、これも面白いよ、うん、専修大学と東海大、はい、負けられないみたいな。どうして？いや、お互い大学があるでしょ。はい威信をかけて、威信をかけて、はい、あと八戸学院光星もノースアジア大名誉と当たりますけれども、ね、まあ楽しみだねこれね。いや楽しみですよ。なんか今年の、ね、高校野球は高校四天王と呼ばれてる選手たちが、まあ、勝手に多分マスコミさん記者が誰が四天王の左が花巻東の佐々木麟太郎選手、はいはい、それから広陵の、真鍋選手、はい、それから、敗退してしまったんですけれども大阪桐蔭のピッチャー、はいはい、前田投手、はいはい、うん、も言われていて、あと一人が九州国際大付属です、佐倉選手、福岡の、はい、だからバッター陣にちょっとその3選手注目だったりとか。でもまあこの甲子園でヒーローも出てきますからね、新たな絶対出てくる。上田西のショートは楽しみだし。ああ、そうかそうかそうか。見るのもね、はい、清原選手のジュニアも慶応、はい、ね、決勝で代打で三振してたけどね、うん、ちょっと小柄だよね。これから伸びてくるんですかね、どうなんだろう、可能性はあるけどね、うん、でも本当今年の高校野球地方大会からシード校が敗退してしまったりとか、そう、ね、結構波乱があったりとか、あと初出場校がまあまああったりとか。プロ野球選手のジュニアで誰が出るんだろうね、清原のとこぐらいかな。ああどうなんだろう、真中さんの、あ、母校か、ジュニアではないですね、うん、真中の母校ね、なんで笑うの？いやいや、文星芸大付属、まあ、いやいや、名前変わっちゃったからね。ね、いろいろ変わってるか分かんなくなっちゃってるんだよね、はい、だから真中の母校ではない。ひどい、いや母校がない人になっちゃうじゃないですか。いや、ないないない、真中はない。豊さん注目してるのは、上田西のショートの選手だったりとか、とか日大三高のショートとかね。日大三高のショート、うん、優勝に近いとこって予想するとどこら辺が出てきそうですか？広陵。あ、広陵か。あとはそうだな、浦和と仙台育英勝った方とか。でもその勝ったところは多分九州国際大付属とは多分2回戦で当たると思うんだよね。おー、なんか、まあ、楽しみなんだ。そうです、うん、私はやっぱり西東京なのでやっぱ日大三高頑張ってほしい。まあ日大三高もチャンスはあると思うんだけど、 ありますよね。あと父の実家がやっぱ福岡なので九州国際大付属も頑張ってほしいなっていうのも、うん、そうだな。山口県宇部工場、うん、いきなり当たりますけどもね。どこと当たるんだっけ？あの花巻東。じゃあちょっと待ってくれよお前そら佐々木麟太郎って有名だし、はい、出てる選手は素晴らしい選手が出てると思うけど、はい、そら山口県1回戦で負けない。本当ですか？だって高校通算、まあ、去年は見てみろ山口旋風、はい、下関国際、うん、頑張ったじゃない。でも高校が違います。いや大丈夫だよ、はい、大丈夫ですか？高川が負けたんだから。だそのぐらい強いってことですよね。高川が弱いっていうこと。違う違う違う、そんなことはないですけど、今年の今年ちゃんな楽しみしてたんだけどな。高川そうですよ、ね、でももう気持ちのシフトして。いやもちろんですよね。もういつまでも引きずるかよそんなの。でも甲子園の高校野球のいいところって、当たってその対戦チームに負けたとしたら、負けたチームって自分たちの思いを乗っけて勝者のところを応援するじゃないですか、2回戦3回戦と。その助けがつながっていくっていうのもまたいいなと思っていて。いや俺は憎たらしかったいやいや予選だったかし。あ、まあ予選はね、なんだこいつらみたいな。まあね、俺らの夢をぶち破りやがってみたいな。くそやなってその時はね、その時はね、うんうんうん、その時は思ってたけど、まあこうなってくるとやっぱり出身だとか、うん、はい、森内がそうね言うように西東京だから、はい、お父さんが福岡だからっていう。だからうちは、うん、だからその山口県、はい、で女房が愛媛県だから、うんうん、だから
応援するよね。そうですよね、そう当たった時には大変なことになる。どうなるんですか。わかんない、当たったことないから、まあ、当たった時がね、どうなるのか。当たった時は死んだふりだよ、ね、なんで死んだふりあ、もういや、本当にそうです ね、まあだから1回戦、うん、まあいろんな好カードがあるけども、はい、こう勝ち上がったらまたね、半分に減るわけだから。そうなんです。広陵なんか勝てば KO と、広陵 VSKO か、勝ったチームがなんか優勝しそうな感じもするし、うん、KO はなんかね、うん、不思議な力を持ってるような感じがするんだよね、はい、でもあれだからな、KO ボーイは暑さに弱いかも。なんでなんで溶けちゃうかも。そんなことないと。いやでもこのね、今年記録的な炎天下の中で、いや大変だよ、うん、いやちょっとこの暑さでね、倒れないかとか皆さん大丈夫かなっていう心配も含めてですけれども、いや本当だな、うん、あの群馬の人で、はい、ちょっと知り合いがいてね、うん、で群馬暑いじゃない。暑いです。でバンカーの、ね、うん、温度測ったら50度あったって。やけどする、やけどもうね、いやこうね、砂場でこう囲われてるじゃん、はい、抜けるとこがなくて、うん、50度あったって。いや殺人級ですよ。いやだからもう、でも甲子園でも、ね、バンカーみたいなもんだから、こうやって大きなバンカーみたいなもんだから、体調とね、いや本当気をつけないとね、うん、体力勝負なところもあるしね、はい、うん、だから本当にせっかく甲子園行ってるんだからさ、うん、体調だけはね、本当に気をつけてね、あの悔いが残らないんだな、いい試合を見たいね、見たいですね。あとあの このチャンネルをご覧になってくださってる皆さんの地元、ぜひコメント欄でうち1回戦ここと当たるんですけど、注目選手、高校球児にこういう動画があるよって教えなきゃチャンネルの宣伝ですか最後に、うん、まあ、それもいいんじゃない。それはやっぱ高校生にも見てほしいしね。あ、そうですね、うん、ぜひね、あの僕高校生ですみたいなコメント欄にちょっと書いててほしいよね、うん、あ僕どこどこの高校です、高校ですと、ね、ぜひ見て皆さん応援お願いしますとか、はいはい、資格回復持ってんの、あ大丈夫まだ1回も呼ばれた呼ばれたっつって1回呼ばれた。我々のチャンネルといえば若手選手、いい選手いたら発掘シリーズっていうのやってたじゃないですか、うん、それの高校野球バージョンやりましょう、うん、あのぜひ皆さんがあの高校野球の中で見てる中で、ここの学校のこの選手いいですよとかスカウトされるんじゃないかっていう選手いますっていうのがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。そうだな、はい、であのこの夏の甲子園で豊さんがちょっと動画を見ながら、はい、ドラフトの時期かなんかに我々でこの選手いいですよ、この選手ドラフト上位行くんじゃないですかとか、いや甲子園終わった後にまとめた動画をこう投稿してもいいですよね、出しましょう、はいはい、なので皆さんコメント欄に一押しの今年の高校野球、まあ、3年生ですねってなると3年生でいい選手いたらぜひコメント欄に書き込みお願いします。はい。